セブライオで入団されて、うん、でまあ新人王も取られて、うん、かっこいいんだよ。センスなかったんだね。天才なんだろうなと思ってたけどね。考えられなかった。例えば工藤も、そう、秋山もピーンですで根本さんですか。1年目ね。あの僕は根本さんって接点がなくて、お話したことも一度もなくて、うん、お目にかかったことも多分ないと思うんですけど、うん、ものすごくこう人づてに聞く話とか、まあ、本も読みましたけど、うん、興味があって、うん、どういう人なんですか根本さんって。あの表も裏も人脈が豊富、うんうん、で一人で生きていけるようなもの、の見方考え方は持ちなさい、そんな考え方だよね。だからまあ何年か経って政府が勝ってきてチームリーダーなんて言われた時に、俺は根本さんにね相談しに行ったの。ちょっとお岩さんいいですかねって言ったら、何やって言ったら、世間の人はさって俺のことチームリーダーなんて言うけど、俺はこのね個人事業者の世界の中においてそんなこと何一つしてないと、俺にとっては過大評価だって言ったのよ。ああなるほどなって言って、課題評価されてるからなんかおめえなんか居心地悪いんだろうな、その通りなんですよって言われたのは、お前野球界広しともそんなチームリーダーなんて言われるのお前くらいなもんじゃねえかって、ありがたい評価じゃねえかって、だから面白くないんですよって、うん、いやでもなって、そのお前が面白くないと感じるのは多分いろんな節制枠を感じてるからなんだよって、いいか覚えとけよって、大人の世界っていうのは人がして初めて評価なんだよなって、でその評価っていうのは枠があって節制があって窮屈なんだよって、うんうん、多分お前はなんとなくその窮屈さを感じてるからそう思ってると、でもその感覚は正しいと、だからそれはよく覚えておけって言われた、うん、で、シーズンオフちょうど俺が1億くらいもらった時かかもかな、シーズンオフはお前仲間おるなって、野球界外の仲間おるなって、はいおります、その仲間と同級生と、いわゆるサラリーマンやってる仲間と飯を食えって言われたのね。なんでですかって言ったら、お前ら野球人はよってな、ビニールハウスの中におってたな、外に外が雨降ろうがどんな暑いのか寒いのかどんな台風が来たのか分かんねえだろと、お前ら温室の中におるから分かんねえはずだと、お前の同級生は実社会を生きてるからどんな風が吹いてるのか暑いのか寒いのか分かってるから、いわゆるそういう人間と飯を食って現実を知れってことだったね。野球だけじゃねえぞみたいな、うん、で野球ばかじゃダメだからそういう仲間を大事にしろという話もあった。で極めつけはね、32、3、45の時かな、お前もうじき40になるな、まあ45年ありますけどって言ったら、うん、人生40年、あの40歳過ぎたら人生スクラッチだと、で40になったら人に意見を求められることもあるだろうと、その時に自分の考えを自分の言葉でちゃんと語れるようにしとけって言われたのね、うん、ということはだなお前って、今勉強しとかないと40になって勉強して、はい自分の考えはこうですってなかなか追っつかないぞと、だから今のうちにはそういう勉強もしときなさいっていうことだったんだよね、うん、だからまあ、あの野球界でこうしなさいああしなさいじゃなしに、実社会のことを知りなさい、現実を知りなさい、うん、あるいは男として、人間として質問が大きくなるようなことを今からやっときなさいみたいな、そんなことをね語ってくれたのね。で最後には負ける喧嘩は買うなって言われた。なんでですかって言ったら、ね、負ける喧嘩を買って負けたらお前飯食っていけねえんだよって言われたのね、うんうん、だから今こいつとやって売られた喧嘩買っていいのか、うん、買った結果負けたらどうする、うん、今やってもこいつに勝てねえな、でもこいつの長所何欠点何、相手を知るだろう、観察するだろう、でその中で勝つのはどうする、足りないものは勉強するよなっていう、そんなことが必要なんだよっていう、うん、野球でどうのこうのじゃない、そんなことばっかり教えるわけ俺に。すごいですね、うん、だからまあ人間が生きている上で一人で生きていく上でどんなことをしなきゃいけないのかっていうことを教えてくれた感じするんだよね、うんうん、監督としてはどうでしたか。センスなかったんだね、あんまりこうあのなんとなく勝手なイメージですけど、あんまりこう小さなことは言わない、いわゆる規律はあんまりなくて自由にみたいな、うん、勝手な印象があるんですけど。その通り、うん、あの大学までは結構厳しい、いろいろ決まりがあるじゃん、ね、社会人もそう、はい、でプロ入ったら門限はないぞと、うん、好きなふうにやっていいぞって、お前らも大人なんだから社会人なんだから自分のことは自分でマネジメントしてちゃんとコンディションも整えてプロ野球選手として力発揮できるように頑張ってこい、それだけなんだよね。うん、放任主義、
だけどある面では大人として見てくれるんだろうかもわからんけど、結構きついよねそれって。きついですね。責任がくっちくちが来るわけだから、うんうん、そういう面では全てなんかこう野球を通じての自己の人間形成的なものを自分でどうするかを考えなさいっていうのがあの人の、まあ、野球に対してもそうだったけど、うん、だから1年目はプロ野球ってこんな楽でいいじゃんみたいな、門限はないしやりたい方じゃんみたいな、遊びたい方じゃんみたいなね、うんうん、1年間ですか。1年間でも石毛さんその1年目の数字すごいじゃないですか、うん、あの社会人から、うんうん、まあ、西武ライオンズに入団されて、うんうん、でまあ、新人王も取られて、うん、こうプロのアマチュアの、まあ、アマチュアの時もすごいレベルが高かったっていう話聞きましたけど、うん、プロになると、まあ、そのレベルの選手がたくさん相手の5球団にいますよね、うん、その中でその数字っていうのはなんかどういう試合数だって多いじゃないですか、うん、プロっていきなり、うん、なんであの数字が出たんですかね。なんなんだろうね、細かい技術指導はほとんどなかった、はい、うん、ただ石毛は守備と足はまあまあいいよね、バッティングが苦労するんじゃねえかなっていう前評判だった、うん、でその時に俺の1年目の、バッティングコーチが仏島さんという方と藤井英二さんという方なんだね、はいはい、で、まあ、特に藤井英二さんが担当して見てくれたんだけど、藤井さんが言うには石毛バッティングなんていうのはさ、割り箸持ってきてこうしてピーンピーンと打つんだよ、こう、まあ、テコの原理でこううまく使うんで金槌をピョーンと打つみたいな、あで打つんだよと、あ、わかりました、ピーンとそうなんだよ。すごい。でもプロのなる選手っての指導者と選手の関係って、指導っていうのはそういうものが本当は僕いいと思うんですよ、うん、よく長嶋さんがなんかこうやってシュート来てパーンと打つって言ってみんな笑ってますけど、 あの指導のされ方って一番入ってこないですか、うん、こう手首をこうやって指はどころ に力入れて肩のグリップの高さは肩のラインで、ステップは幅はこうって言われるよりも、うん、感覚でみんな生きてる人が多いんで、うん、なんか僕はそっちの指導の方すごい好きだなってなんとなく思う、うん、でもコーチとしてその指導ずっとしてると、うん、やっぱりいろんなことを言われる可能性はありますけど、うん、でも石毛さんにはあったんですよね。あったんだろうね、藤井さんの指導っていうのは。だからそのピーンというのはこうやるんだけど、じゃあ体を使うとこういうイメージになって、やっぱり しなりが出てくるわけだよね、はい、それがあったんだよね、はい、311ホームラン21本、はい、考えられなかった。俺高校の時ホームランゼロゼロですか。大学4年間でホームラン8本。でも大学の8本は多いですね。まあそうかな、うん、まあ多い、うん、長嶋さんも8本ですからねずっと記録だったでしょ。その頃だお前、いや田淵さんがやったじゃん。あ、うん、そうか田淵さん、そうか田淵さんはね、うんうん、ミスターとあんまり変わんないからすごいそれはね、プロに入ってその落合さんだとか王さんだとかミスターの連続写真見るじゃん、うん、やっぱりね王さんもすごいけど、ミスター右バッターでミスターの連続写真見るとかっこいいんだよ。かっこいいですね。うん、本当にこうやっぱりミスターってやっぱり、うん、天才なのかもわからないな、天才なんだろうなと思ってたけどね、うん、でもまあ自分としてはそんなにほら何なんでもより上手いと思ったこっちでもないんで必死だったかな、シャニームっていうのがいいのかな。で俺は1年目、開幕ゲーム4打数3安打、うん、1ホームラン2盗塁、うん、村田兆治先輩から、うん、ですぐ2試合目プロの洗礼を受けてデッドボール食らったわけね、うん、でもバット振れなくなった。で普通だったら抹消なんだけど、もうほとんど小さじに近かったと思うよ、うんうん、バット振れないから普通だったら抹消なんだけど、根本さんが「お足は使えるな、はい、じゃあベンチにおれ」みたいな、抹消はせんぞって言われて、開幕2試合目でデッドボール食らってゲーム、まあ、スタメン外れた。だけどこれからパシックリンを他の5球団と対戦していく、その時にピッチャー顔と投球フォームとこんな感じ、バッターこんな感じ、全て見とけ、ベンチから見とけって言われてるね、うん、それがやっぱり根本さんのなんつうの偉いっていうか素晴らしいところだよね。でもそれはやっぱり特別、石毛さんだから特別に根本さんもそういうふうに見てたんでしょうね、かもね、はい、普通の選手だったら抹消ですよ多分、うん、だからまあ
なんて言いますか、どう言っていいかわからないけど特別にやっぱ目をかけたというか、そういう選手だったんじゃないですかね、うんうん、で傷が癒えてゲーム出るようになる、でエラーで曲げるゲームがある、社会人野球なんて都市対抗なんかエラーで負けたらトーナメントで終わりだからね、うん、で俺のエラーでゲームが負けた、でゲーム終わって監督室行って、監督すいません、今日僕のエラーで負けました、申し訳ないですって言ったら、おお気にすんな、三振もエラーも野球のうちじゃ、明日頑張れよって言われたのね。あ、プロ野球って毎日ゲームあるから明日カバーするチャンスいただけるんだと思って、社会人野球はそれで都市対抗出れなかったらもう1年間永久戦犯のような扱いされるわけだよね、うん、あ、じゃあ明日頑張れば挽回できるんだっていう、そういったなんつうの、プロ野球ってこんなもんだぞって、みんな、うん、気分転換うまくやれよみたいな、それも根本さん教えてくれたし、うん、細かい技術指導とか野球に対する、まあ、作戦がどうのこうのという評価はあまりない人だけど、あ、プロ野球人としてのモチベーションはそういう形でいいんだなというのはふっとこう気が楽になったよね。それと、まあ、石毛さんも今普通に言ってますけど、根本さんの関わった人ってみんな親父って言うんですね、根本さんね。ああ、そうやね。だからあんまりこう僕たちは親父ってこう呼べる人ってあんまり意外といないんですけど、本当の親父以外はみんな根本さんのことを親父っていう言い方するんですよ。 だから本当に親代わりみたいなこうことを全員っていうか多くの人にされてたんでしょうね、根本さんって。まあ、さっき根本の親父からそうやって言われたこといろいろ何てか言ったけど、例えば清原も、例えば大久保も、例えば工藤も、そうですね、秋山も、まあ、それなりに何らかのなんか助言というかヒントはあったんだろうね、うん、だからまあ本当の親父が言ってくれないようなことを人間として生きてくれ、大事なことを多分いろいろ示唆してくれたというか教えてはくれたんだろうね、うん、それがこう、まあ、今でいう親父の小言のように頭の中に入り胸に刺さりで感謝してる、だからまあ親父という言葉が自然に出るかもわからんけどね、うんうん。